わたべわりりょうすけです。今日はね、ちょっと前にね、今後の企画とかっていう形でみんなに報告させてもらったんやけど、その中でもね、いろんな声があるなというのをコメントとかね、SNS とかいろんなことを意見いただいてね、ほんとみんないつも見ていただいてありがとうございます。でね、ちょっと伝わりきらない部分とか、俺だけの方がいいとか、2人で出てほしいとか、いろんな意見があって、ちょっとね、この期間でね、いろいろ考えさせてもらって、みんなの声もね、大事にさせてもらいながら、今後のことというかね、ちょっと新しい試みをちょっとスタートしようかなと思って、今回の動画撮ってます。で、前回はね、このバケットリストというチャンネルで、今後もいろんな人にね、出てもらってっていうのを考えたんやけど、確かにね、俺一人のチャンネルから始まって、俺のことを見てくれて応援してくれて、で、いつも通りいろんな場所に行ってね、危険な場所も、安全な場所も含めてね、いろんな情報を発信していったという、俺らしく、俺なりのこの色がついたね、チャンネルがあって、そこにね、新しい人が入るとなるとね、やっぱりいろんなハレーションというか、いろんなものも起きるっていうのもわかるよね。で、一番ね、ありがたい意見をいただいたのは、前提として応援をさせてもらってますと。ただ、このチャンネルに関しては、やっぱりね、このまま、俺なりの色で、このまま続けてほしいっていう声がね、やっぱすごく多かったなと。それはそれで本当にすごいありがたいことで、なんかね、この活動ずっと見てくれちょったからこその意見やと思うし、全然ね、的外れなことでもないし、本当にそういうコメントをね、いただけるだけでありがたいなと思うんで、でも確かにね、その色っていうのもあるから、今後はね、俺一人で、いつも通りこのバケットリストの昔からのような、チャンネルを、常に映させてもらおうかなと思ってます。で、新しくね、チャンネルを作ることにしました。セカンドチャンネルっていう感じになるのかな。そっちの方でね、今からね、将来的にも一緒に活動するケイちゃんとか、2人の動画とか、あとは日々の動画の裏側とかね、そういうのをね、ちょっと上げていこうかなっていう、ちょっと新しいチャンネルを作ることにしました。概要欄にね、セカンドチャンネルの案内を載せてるんで、興味のある人はね、ぜひそっちに飛んで見てもらえればなと思ってます。本当にありがたいことに、ちょっとずつね、露出が増えてきて、街で声かけられたりとか、いろんなところから意見もらったりとかっていうの、本当ありがたい反響をいただいてて、どれだけね、俺がなんか偉そうに大きいこと言っても、結局行動するしかないんで、自分でしっかり結果も行動もやりたいことも体で体現してね、行ってみんなに伝えていくしかないんで、今は何をどう言われようとね、俺に反論できるような説得力も実績もないんで、もちろんね、夢を追っかけていくみたいなことは常に変わらずね、やっていくんで、とにかく俺のこれからのね、活動を楽しみにしてね、ああ、こいつやっぱり言った通りにやってくれたなとか、ぶれなかったなっていうのはね、もう見てもらえればわかるようにね、頑張っていきたいなと思うんで、ぜひ応援してくれる方は見ていただければと思います。で、ちょっと前にね、サロンの動画とかも流させてもらったんやけど、あれ動画がちょっと消えちゃったんやけど、あれなんでかっていうと、途中でね、新しいちょっと BGM 入れて、それがなんかね、著作権がかかるようになってたらしくて、で、それで著作権かかりましたよってことで動画ちょっとね、一旦非公開みたいになっちゃったよね。で、サロンの件とかもちょっといろんな意見をいただいて、で、自分が思っちゃったのは、やっぱり少人数で話せた方がいいかなと思って、少し入会のバーを入れさせてもらったんやけど、そこはね、一旦フラットにさせてもらって、もう誰でも参加できるような形で、ちょっと Facebook のグループみたいなのを作ろうかなと思ってるんで、それも概要欄に載せてあるんで、ぜひそれ見ていただければなと思ってます。で、もともと、りょうすけブログっていう、今年1月から始めた、北米のね、縦断とかさせてもらった、メインのチャンネルがあったんやけど、それは広告がつかなくなって、もう更新を止めて、セカンドチャンネルって形で運営させてもらっちゃったけど、最近全然上げれてなかったよね。だからそのチャンネルは一回潰させてもらおうかなと思って、また新しいね、セカンドチャンネルを作るってことなんで、もともと上げちゃった、りょうすけブログの方で、いろんな方に見てもらった動画っていうのはやっぱ聞いてしまう感じになるんで、これをね、ニューヨーク行くまでまたちょっと時間があるんで、ちょっと過去動画の再アップになってね、なんだよと思う人もいるかもしれないけど、せっかく撮った動画の資産なんで、ぜひそれも久しぶりに、こんなことしょったなっていう感じで、温かく見てもらえればなと、それも楽しみにしょってください。ね、いろんな挑戦、何か新しいことを始めるっていうのはいろんな声があるなと。これもやっぱり露出が増えたからこそいただける声でもあり、自分の行動に対してね、いろんな意見を言ってくれる人が増えるっていうのは本当にありがたいことなんで、こうなっていかないとね、やっぱり人は成長しないと思うし、いろんなことも今回勉強させてもらったんで、今後ね、より大きな男になれるようにね、今後も頑張っていくんで、みんな引き続き応援よろしくお願いします。もう俺の気持ちとしては早くね、もうアメリカとかニューヨークとか行きたいんで、その動画みんなに早く見せたいんやけど、まだ日にちがあるんでね、もう少しみんな楽しみにしとってね。ということで、セカンドチャンネルを新しく始めるっていうのと、サロンのね、誰でも入れる無料のコミュニティグループを作るんで、そこから確認してもらえればなということで、概要欄のチェックよろしくお願いします。これからもね、俺のこのバケットリストチャンネル、それから新しく俺とケイちゃんで始まるセカンドチャンネルの方もね、ぜひ応援のほどよろしくお願いします。これから人生楽しみやなということで、今日の動画は以上です。みんないつもありがとう。See ya。